肩こるとしちゃうよ。肩こるようなもんもぶら下がってへんからな。っておーい。何言わすねん。それはもう少し年取れば肩こるさほどたわわに。9歳相手にいるギャグではない。チリちゃんさんってポピーと脅威を組むくらいしか変わんなそうですよね。チリちゃん、たまにわかんないこと言いますの。冷静に考えると男も肩こるから胸でかいと凝りやすくても小さいから凝らないとかそんなことないよな。肩こらない年ってチリちゃん真面目にいくつなん。ちなわいは猫背がたたって10代後半からだいぶ凝ってた。20代前半後半のイメージ、30は言ってないと思うし若すぎることもないと思う。肩こりは人によるとしか言えないな。バッグを片腕にばかりかけてると凝るというか苦しくなるよね。サスペンダーって案外肩こったりするから。ツッコミ入れればいいのか。まあチリちゃん紅色の玉で特性が変わっては、正直チリちゃんに肩こるとしちゃうって言わせるのだいぶ攻めてるよな。多分セリフ見たプレイヤーのうち8割ぐらいは言わないだけでその胸じゃなーって考えてたと思う。その発想に至らなかったけど男性ユーザーはわかるんだろうか。これは間違いなくふざけた女性ですわ。実は結構年いってる説。現実の女優さんとか見てるとこの見た目で40代とかでも案外ありえそうなのが怖いよね。創作を現実が上回ってくる。こういうネタの時青木さんは下手に口挟んだりするとセクハラ案件だから黙って存在関係してるんだろうな。今時小学生でも肩こるから、子供の頃は肩が凝るのは中年になってからだと思ってたな。重いもんぶら下げてると凝りやすいのは否定せんけど肩こりはマジで人によるし。整体師、四十肩ですね。チリちゃんマジかいな。チリちゃんの骨盤の歪みを見抜いたポピーには整体師かカイロプラクティックの道に進めるポテンシャルがある。まあルザミーネがあの見た目で40超えてるらしいしチリちゃんも35歳くらいでも驚きはしない。